ヤールギュレシ、またはオイルレスリングは650年を超える歴史を持つ伝統格闘技であり、トルコ共和国の国技とされている。ヤグル・グアーズのヤグルは油、グアーズはレスリングを意味する。日本ではトルコ相撲とも呼ばれる。トルコ国内で行われるトーナメントは主要なものだけでも年間40あり、毎年6月から7月にかけて、 トルコとギリシャの国境の町エディルネで全国大会が開催される。この大会は40の泉を意味するカークピナーと呼ばれ、参加レスラーの数はおよそ1800名。格闘技の大会としては世界最古とされている。競技場は主に屋外の牧草地である。ギュレシにはトルコ民族伝統のオイルを塗らずに行うものとアナトリアに入ってからローマ帝国。 東ローマ帝国の伝統を受け継いだ、上半身に油を塗り込んで行うものの2種類があるが、校舎の方が主流となった。レスラーは、木綿糸のステッチで強化した牛革を縫い合わせて、作られた黒い革ズボン、クスベットを身につけ、全身に大量のオリーブオイルを浴びて組み合う。全国大会での3日間に消費されるオイルは2000リットルを超える。 オイルが滑るため超人的な腕力が必要とされ、肌の摩擦に頼らない技は独創的なものが多い。対戦相手の革ズボンに腕を差し入れて、股関節から持ち上げる技は頻繁に見られるが、正規への攻撃は厳重に禁じられている。かつてのルールは単純であり、相手の背中を一瞬でも地面につけるか、全身を持ち上げて、数歩歩けば勝ちであった。とはいえ、 オイルの効果によって競技の進行は困難を極め試合時間が無制限であった時代にはまさに命がけの戦いであった。1975年に試合時間が40分に制限され現在では2004年に導入された新しい競技ルールによってポイント制が採用された。このためホールによる一本勝ちのほかリフトやバックを取るなどの技を組み合わせて ポイント差で勝利することも可能となった。カークピナーの全国大会には各国の有力レスラーに対する招待枠があり、これまでに2度、大相撲力士の昇平が試みられた。また2006年には小泉元総理がエルドアン首相に対し、トルコ人レスラーの相撲部屋への入門を提案したが、いずれも実現には至っていない。ありがとうございます。